一番最初言って、そうだね、いらっしゃい、朝の8時半過ぎでございます。これからエレジェスタジオさんの方に向かいたいと思います。今日一日楽しみます。行ってきます。何何何、今日かかったのまたということで、夜更かしとしての、出演は2回目になります。といっても私個人的には初めてになるんですね。それなんでかというと、6月に、夜更かし出演したんですけれども、私はちょっとですね、体調がめっちゃ悪くて参加できなくなってしまって、非常に残念な思いをしたんですけれども、今回リベンジができてめちゃくちゃ嬉しいです。前回は私がちょっと具合が悪くなっていなかったというのとがあったんですが、今回は、ボーカルのねともちゃんがすごく大変だったんじゃないかなと思うんですけど、なんか持ち前のね明るさでみんなを盛り上げてくれて、さすがだなと思いました。
途中でゲストボーカルということで急遽ですね夏子さんに出演していただいたんですけれども、歌声を生で聴けてプラス一緒に演奏ができたっていう嬉しさがあります。とっても楽しかったです。もう人生の大大先輩の皆さんの、本気というか熱量とかを感じてとってもですね刺激になりましたし、これからもまたどこかで交流できればいいなと思いました。